キルスウィッチエンゲージは、アメリカ合衆国出身のメタルコアバンド。バンドの略称は、クス。ハワード・ジョーンズ在籍時、ジェシー・リーチ2016年、アダム・デュトキエビッチ2016年、ジョエル・ストレッツェル2016年、マイク・ダントニオ2016年、ジャスティン・ホリー2016年、すべての始まりは1999年、元オーバーカストで、ベーシストのマイク・ダントニオと、元アフターシャックで、 ギタリストのアダム・デュト・キエビッチの出会いであった。アダムは同じく元アフターシャックのギタリスト、ジョエル・ストレッツェルを誘い、また、ジェシー・デビッド・リーチをボーカルとして迎え、アダムがドラムを叩くという形で、キルスウィッチ・エンゲージは誕生した。2000年、フェレット・レコーズから、ファーストアルバム、キルスウィッチ・エンゲージをリリース。2001年、ロード・ランナー・レコーズと契約、契約と同時期に、 アダムがギターに復帰。公認ドラマーとして、元アフターシャックのトム・ゴメスを起用。5人編成となる。2002年、セカンドアルバム、アライブ・オア・ジャスト・ブリージング発表。A カーン、死において、最高 5K の評価を獲得。米 CMJ ・ラウド・ロックチャートにおいては4週連続1位を獲得。この間、コンバージ。 ホープスファルなどのポストハードコアマスコアのバンドとツアーをする一方でインフレームズやスイルワークといった北欧のメロディックデスメタルバンドともツアーをこなしていた。しかしアルバム発売直後、ボーカルのジェシーが脱退を表明。ブラッド・ハズ・ビーン・シェットのボーカル、ハワード・ジョーンズを公認として迎える。その後メタル、ハードコアの祭典、ヘルフェストに参加し、 それを皮切りにヨーロッパツアーをこなし、そして日本で行われたビーストフィースト2002に参加。2003年来日しエクストリームザドジョボリューム6に参加。世界的に有名なヘビーミュージックフェスティバルオスフェストにも参加した。オスフェスト参加後、ドラマーのトムが脱退。ハワードのバンドメイトでブラッド・ハズ・ビーン・シェットのドラマーのジャスティン・ホリーが加入。2004年サードアルバム The End of Heart a e 発表。25万枚以上のセールスを記録。オーストラリアでは5月17日付のトップ40チャートに初登場し、同国でアンスラックスと共にツアーを観光。また、サードアルバムの楽曲が映画バイオハザード2アポカリプスのサウンドトラックに収録され、第47回グラミー賞においてベストメタルパフォーマンスカテゴリーにノミネートされた。 2005年、オスフェストに参加。バンド初の DVD、ワールドアブレイズリリース。7月25日に、マサチューセッツ州ウースターでのライブの模様が収録されている。そして再び来日し、日本で行われたテイスト・オブ・カオスツアーに参加。2006年10月に、日本のヘビーメタルフェスティバル、ラウドパーク06へ出演した。そして11月に、待望の新作。 アズ・デ・ライト・ディエスを日本で先行発売。2008年6月にバンドとしては初の単独来日が決定し、東京、大阪、名古屋3都市で公演を行った。同年、米国プロレス団体、WWE の入場曲集アルバム、WWE レックレス・インテントに、ディス・ファイアを提供。2009年、2作目のセルフタイトルとなる、フィフスアルバム、 キルスウィッチエンゲージを発表。2010年、ボーカルのハワード・ジョーンズが、個人的な理由からツアーを抜け、代役として、オールザット・リメインズのボーカル、フィリップ・ラ・ボンテや、元ボーカルのジェシー・リーチが担当した。その後ハワードは復帰。2012年、ボーカルのハワードが脱退することを発表した。ファン宛のハワードの声明によると、 糖尿病の治療に専念するための脱退でメンバーとの関係は良好なままである。2月、旧ボーカルのジェシー・リーチの復帰を発表。2013年4月にシックススアルバムディスアーム・ザ・ディセントを発表。7月に行われるフジロックフェスティバルに出演。これはジェシー・リーチ加入での初来日となった。2014年4月にヘッドライニングツアーで来日。東京、大阪。 名古屋、広島、福岡で公演を行った。2016年3月、セブンスアルバム、インカーネートを発表。2019年8月、エースアルバム、アトンメントを発表。アディショナルボーカルとして、ハワード・ジョーンズが参加している。バンドの構成は、ボーカル、ギター X に、ベース、ドラムスの5人からなる。メロディックデスメタルとハードコアの双方から影響を。 受けた攻撃的かつ叙情的なメロディーと方向のような、時には美しく歌い上げる迫力あるボーカルが特徴である。作曲は主に元ドラマー、現ギタリストのアダム・デュトキエビッチが行っている。また、各メンバーの演奏技術と音楽センスが非常に優れていることでも若者を中心に人気を誇る。シャドウズフォール、オールザット、リメインズと共にメタルコアというジャンルの草分け的。 存在であり、他の新世代ヘビメタルバンドに限らず、ソイルワーク、インフレームス、アーチエネミーといった先輩にあたるバンドにも多大な影響を与えている反面、比べられることやファンから批判されることも多い。ありがとうございます。